サンドの飯よりガチャ更新が好き。はいどうも、アキです。パワプロアプリやっていきましょう。はい、というわけで今回はこちらのパワプロセレクション狙い撃ちガチャを10連引いていきたいと思います。はい、タイトルにもある通りなんじゃこりゃというガチャがやってきましたね。果たしてこのガチャ私以外に引く人がいるんでしょうか。私はガチャ更新があるたびに必ず引いていくとね宣言しておりますので、今回もこちらのガチャ10連引いていきたいと思います。まあただですね、今回のガチャをね確認しておきますと、 PR 以上確定でお一人様10回限り、そして厳選された20キャラクターのみが出現するんですが、まあ個人的に欲しいなと思うキャラクターはいくつか含まれておりまして、まずはですね、こちら、はい、しどれみちゃんですね。残念ながら僕はエプロンの PSR は引き当てられなかったんですが、今後もしそのエプロンの PSR が引き当てられれば解放をぜひ狙っていきたいというところで、まあ通常ね持っておいて損はないんじゃないかなと思っております。はい、あとはこのエレキテルですね。はい、エレキテルがただいま PSR プラス3という状況なので、まあぜひともですねここも少しでも、解放が進んでいければいいなというところでございます。あとはもう個人的にはいいかなっていう感じですかね。まあ、凪とか和みあたりが含まれているのは嬉しいんですが、なんか復刻というかあれですね、排出停止キャラクターも一部含まれてますし、ちょっとよくわからない、ちょっとよくわからないガチャ更新になっていますが、今日もね10連引いていきましょう。でいきまーす、やっていきましょう。さあ、というわけで昨日からですね東京遠征に来ておりまして、ただいまねホテルで動画を撮っております。はウームで研修がありまして、1時間だけスタジオね使わせてもらって、さっき実写チャンネルの方の動画をですねちょっと撮っていたんですが、今日上げられるかな。今日はですねプロ野球関連のね動画をまた撮ってきたので、そちらをねまた実写チャンネルで上げられればなと思っておりますが、ウーム追い出されちゃったんでね、ホテルで動画撮っております。行きましょう。さあ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 、サクセスも撮ってるんで、まあ明日明後日1本ずつぐらいはおそらく上げられると思います。明日はですねウームのゴルフ大会があるんでね、ゴルフ楽しんできます。はい、なんと私プロの方とね一緒に回らせていただくことになったんで、これ頑張らないといけないですね。はい、頑張ろう、いいスコアで回れるように明日頑張ってきます。今日はね早く寝よう。今日もですね夜8時からカズさんとか釣岡さんたちとご飯行くんで楽しみだ。その前にエレキテルなりね白レミの SR を当ててケーキ漬けをねやっておきましょう。あ、やばい、そういえば予約したお店にコースの連絡してないんで、この動画を撮ったらコースの電話をしよう。今やることが多すぎて変やわんやしてる。さあ、和みがめちゃめちゃ出ますね。和みとか結局あんま使わないまま終わっちゃったな。いや、和みはまだ使ったか。それで言うと、奏とかあんまり本当に使わないまま、なんなら PSR50 になってるのに。おっしゃ、バット丸島、ちょっとよそ見をしていたぜ、今。丸島は、きらめきにしようかな。PSR 持ってるんですけど。そうですね、最近の悩みどころですね、そこが。はい、さあさあさあ、なごみめっちゃ出るな。おい、さあラスト、で終わるのか。はい、というわけでエレキテルね行きましょう。で、まあまあ最近のアップデートであったですねあれを使っていきましょう。この間コメント欄でもこれができますよという声をねいただいていたんで、これで、あ、かなではまだ PSR プラス4か。はい、最後はこれで締めたいなと思います。エレキテルがここに来てる。でここでですねガチャ保管庫に移動しますと。でこれでどういうこと、上限解放ありなし、どういうこと、なしですよね、そりゃこれでだな。合成効果順とかで出てくればいいんですけどね、まあ、今入手順で上に来てますけどないよな、これがな。合成効果順がここでできてくれればいいんですけどね。ファームさんぜひともご検討ください。
ね。これ合成効果順になればいいのにと思うんですけど、まあいいや。でもこの解放何パーセントとかっていうのは出てくるんで、まあそこを目印にこうガガガッと集めていけばいいのかな。はい、というところでございました。というわけで、なんというガチャだというね、ガチャ更新でございました。もし引いたという方がいらっしゃれば、ぜひともですね、理由とともに教えていただければ嬉しいです。というわけで、今回もご視聴いただきありがとうございました。この動画が良ければ、ぜひともチャンネル登録と高評価をよろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。実写チャンネルの動画もぜひ見てください。概要欄にリンクあります。アディオス。